みなさんこんにちは上野動物園の動物解説員小泉です今日は馬の食べ方について詳しく観察してみましょう上野動物園で飼育している馬は日本在来馬といって昔から日本で飼って利用してきた家畜ですサラブレッドなどよりも体が小さくて日本の家で飼いやすいサイズです こちらが1頭の馬が1日に食べる餌です。朝、昼、夕方と1日3回に分けて、新鮮な牧草や干し草、そして木の枝も少し与えます。すぐに食べ終わって、後の時間を退屈して過ごすことのないように、わざと食べにくい容器に入れて与える分もあります。1日トータルで7キロ以上の量になります。では早速食べているところを観察してみましょう。 まずどうやって口に入れているでしょうか。上唇をとても柔らかく動かして草を引き寄せているのがわかるでしょうか。ただし動物園では草が地面に置かれているだけですが、本当なら草は地面に生えていますよね。それではどうやって生えている植物を切り取るのか、木の枝を与えて葉の切り取り方を見てみましょう。 顔をぐっと下に向けるように動かして切り取っていることに注目してください。なぜこのような動き方をするのかというと、こちらは馬の頭の骨です。これで歯の形を見てみましょう。前歯がとても大きいですね。特に上の前歯が大きいので、その先を使って切り取ろうとすると、ぐっと下向きに力を込める動きになるのです。 それでは、切り取った後、どのように噛んでいるかも観察してみましょう次の葉を食べ始めるまでに何回噛むか数えてみてくださいそれではいきますよはい1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 それから、顎の動きにも注目してみましょう。顎をどのように動かしていますか顎を上下ではなく、左右にずらすように動かして噛んでいるのがわかるでしょうか上下に動かすのは押しつぶす動き、左右に動かすのはすりつぶす動きです。草や木の葉は繊維が硬くて人間にはとても食べることはできませんが、馬はこのように繊維をすりつぶすことでしっかり栄養をとっているのです。 ではどんな歯でつりつぶしているのか、奥歯の様子を見てみましょう。大きな奥歯が上下左右にそれぞれ6本ずつ並んでいます。どの歯も表面が平らで細かい溝がありますね。この溝、なんとなく前後の方向に走っていますよね。この溝を使ってすりつぶすには、それと直角の動き、つまり左右にずらすように動かすと都合がいいのです。馬は草を食べて暮らしています。 繊維の硬い草からできるだけ栄養を取り出すために、歯の形にも、噛み方にもしっかり工夫があるということが分かったと思います。次はぜひ、動物園で実際に馬の食べ方を観察してみてください。